尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入した中国航船2隻は現在も領海内にとどまっている。まあ、すでに、10時47分ですから丸2日を超えてこうした状況が続いているということで、誠に遺憾だというふうに思っております。現場領域、現場海域において我が国の海上保安庁の巡視船が中国航船に向けて領海間の退去要求を繰り返し実施するとともに、